じゃあちょっとあのみんなの初恋の話をするっていう。僕らの初恋を振り返ろう。龍が如くのタバコの吸い方。長く握るタイプ。ということで皆さんちょっとね、初恋の人っていうの全員いると思うんですよ。まあ、小学校なんか中学校なんか。俺はあの取り上げてくれた看護師さん。熱すぎる。お湯に浸かった光の反射が天井を照らしたのを覚えてる。すごい文学的。三島由紀夫と一緒。そうなんだ。三島由紀夫と一緒俺は。三島由紀夫そうだったんだ。俺そんな早くないけど、うん、2歳ぐらいの時に、うん、こいつだけは絶対幸せにしてえなと思われた。男気すごいな。2で700日ぐらいでいけるぞ。石は、まあ、僕はあの小学校の時の、うん、まあ、同級生ですね。あれ、お前小学校行ってたっけ。行ってるわお前。おい卒じゃないの。おい卒って何。保育園卒。保育卒じゃないっすよ。履歴書真っ白。書くことないから、ね、保育所は履歴書に書けないじゃねえ。小学校5年生の時ですね、僕は。遅めだね、産湯と2歳だから、ね。そっちが早いだけで。そうだよ。え、お前小学校童貞。童貞だわ。マジで恥ずかしくねえわ、全然。全然童貞だわ。ズボンお前。え、どんな子だったその子。あの、まあまあ勉強ができて、当時って女の子同士で軍団じゃないけど、うん、花子ちゃんと仲いいと、うん、花子ちゃんと仲いいんだって感じで、私たちは、花子ちゃんと言ったんだ。いないよ。例えで言ってんだよ。で、その花子ちゃんとどういう声で。花子ちゃんが初恋わけあるか、お前。え、デート場所はトイレだったらしい。じゃあトイレの花子さんじゃない。まあその、なんていうんですかね、ちょっと大人だった子だったんですよね。あ、ダブったもん。違う違う違う。そういうのちゃんと数字で大人じゃない。あ、お前あれか、田舎の小学校じゃない。田舎の小学校じゃねえわ、お前。定時制なんだ。働いた後来る小学生なんかいねえんだよ。ランドセルショーで働いた後来ねえんだよ。その僕があのちょっと本とか読む子が好き、ちょっと前も話したと思うんですけど、うん、え、じゃあ学校の階段とか読んでた。いや、花子さんじゃねえんだよ。階段レストランね。こっちも読んでねえよ、別に。普通の本を読んでた。普通の本って何。いやだから、まあ、当時読んでたから、そう、ハリーポッターとか。あー、その子はね、読んでた。テケローリングスの。テケローリングスのだよ。あー、テケローリングスは他の作品も面白いもんね。知らねえな、俺。俺知らねえ。先生はやっぱ J.K. ローリング先生の。ごめんなさい、知りません。出してるのかもしれないけど。ハリーポッターしか知らない。ハリーポッターの人です、僕の中では。あれ、マジで。すいませんけど、にわかだね。にわかとかのかな。まだあの読み切りだった頃の作品とか。読み切りだったのか、知りません。ハリーポッター書いた後、自分がやりたいこと書いてる。いやいや、売れるためにハリーポッター書いてるとか知りません。メイキャッパーとか読んでないわ。いや、マキの前に書いたやつだよ、それ。マキの先生が。それないんだよ、J.K. ローリングでは。ないのか。ごめん、ハリーポッターだけやる人。あ、そうだ。こんなこと言いたくねえけど。すげえ、すげえよ、ハリーポッター。あ、そうか、そうか。そんな女の子でしたね。あ、J.K. ローリングス。J.K. ローリングスに初恋するか、俺。なんだろう、文字で初恋。まあ、この人どんな、こんな考えなんだって初恋するか。J.S. ローリングス。どっちがいいよ、お前。小学生だからじゃねえんだよ。で、あの、その子はあの、その塾も別で一緒で、うん、だから僕たちとかあの小学校が制服だったんですよ。私服が見れないんだけど、うん、その塾では私服のその子が見れるっていうので、ちょっとこうドキドキしたりとか。ドラゴンボールみたいな私服着てた。ダサくねえわ。木でこうやってベジータがこうやってたら。ベジータどって言ってんじゃん。なんで俺ベジータ横にいるの。で、この電車とかでこう同じ車両になったんだけど、ちょっと意識し合っちゃってか喋りかけれないけど、どっちやちら目合うみたいな、うん、で、冤罪で捕まったんだ。捕まるか。駅でめちゃくちゃ逃げて誰かに足かけられた。あったけど、ザーってなるやつ。あれじゃないよ。違うね、でかくねえじゃん、俺。普通に、普通に小学生が乗ったの。このバズってんのか、俺も。あんな俺性でかい。その子とは進展はなかった。そう、チラチラ見てるぐらいで、その後みたいな。あ、うん、最後の卒業の時に、うん、寄せ書きじゃないですけど、うん、文集の裏にもあるじゃないですか。その子がツカツカって来てくれて、うん、え、ヒール履いてたんだ。ヒール履いてねえよ、お前。ツカツカって言ったけど。そうだよね。ヒールツカ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 じゃねえよ。裏履くだるいって。裏履くだるい。お前のおしゃれな裏履く。裏履くだるい。こういう感じだね。手と足だけ逆でこうやって歩いてるとかじゃねえんだよ。それがプロムなんだよ。それがプロムじゃねえわ。お前、小学校プロムなんだよ。プロムねえよ。違う、全員で普通こう歩いてきたんだよ。待って、歩いてきたんだよ。天才みたいに。天才みたいじゃねえよ。違う、普通こう優雅によ、こう。プロムじゃねえよ、お前。気のせいだ。夜間
の小学校で、夜間の小学校で、昼は頑張って歩いて、夜はじゃねえんだよ。だからまず歩いてきてくれて、こへなんか書いてよ、言ってくれたんですよ。どうしようかなと思って、好きだよとか書くのもちょっと恥ずかしいなとか、その残るしなとかいろいろ考えて、その当時、あの流行ってたミスチルの彩りって曲があるんですけど、なんてことのない作業が巡り巡って君の笑顔を作っていくってサビの歌詞があるんですけど、それを書いたんですよ。あ、でプールであの糸つなげて書き渦みたいにしたんだ。それ彩りの PV だろな。俺が作ったんじゃねえよ。天才小学生で普通にこう書いて渡したんですよね。でそこからもう全然会ってなかったんですけど、大学帰るぐらいのタイミングで、まあ、ちょっと再会して、そしたら覚えてるって言って、その時の僕がね彩りの歌詞書いたやつを写真で携帯で持っててくれてたんですよ。それでもう俺もううわーってなって、だから今でも好きです、その子のこと。え、じゃあ今その子とどんな感じなの？本当定期的にちょっと会ったりとかして、それはその下心みたいな。そんな気持ちないで。いやらしい。ずっと好きだったわけじゃない。そうだよ、ね。確かに。下心。生き方やめろや。すげえなんかエロい話になるだろう。え、仲良しした？気持ち悪いからすんだお前な。仲良し。最低だぞお前。人の初恋を。まだ続いてんすよ俺らの話は。今も仲良くしてて、俺からも続いていく物語ですから。あ、じゃあ次がアズカバンの囚人なんだ。J.K. ローリングつなげて。ハリーポッターじゃねえよ。秘密の部屋の部分だけど。俺らの初恋が。秘密の部屋で仲良ししてる。秘密の部屋で気持ち悪いなお前らマジで。最低だわ。人の初恋を。